はい、こんにちは。地担当ホームウェイトの適所会社です。はい、今回は27回目の散歩ですね。はい、国道155号線沿いを歩いてみたですね。はい、今月はですね、月1ライブをすることができなくて申し訳ございませんでした。はい、来月は誕生日月なのでやりたいと思います。はい、はい、ここはセブンイレブンとエネオスですね。はい、エネオスさんがありますね。はい、エネオスさんがありますよ。はい、セブンイレブンとセルフエステスがですね。はい、あとどのくらいあるんでしょうね、ガソリン。はい、ウーバーイーツさんが取り付きました。はい、とっても寒いですけど、はい、2月の4日から少し楽になるそうです。はい、スジャータがありますね。取り付きましたね。はい、スジャータさんが取り付きましたね。で、今は、はい、目の前にいちご屋さんがありますよ。はい、今が最盛期でしょうね。あ、本月率完売になってますね。積み立ていちご直売所、人気あるんですね、この辺りは。いちごが、はい、ウルトラマンボウさんですね。何でしょう。あ、車の店ですね。はい、はい、この辺りで3分ぐらい経ちましたね。オーブ青空クリニックかな、青空ゼラ優勝クリニックですね。はい、まあ、失礼。はい、とても寒いですね。はい、はい、とても寒いですね。まあ、救急車入り口、ここ救急病院もでもあるんですかね。遊びと発達リハビリクリニック、こんなのもあるんですね、最近は。よっしゃ。寒いですね。はい、吉野家さんですね。最近はちょっと事情があって行ってないんですけど、はい、吉野家さんですよ。事情というのは、まあ、何でしょうかね。うん。ウプレシア、
油物を控えているという状況でしょうかね。はい、とっても寒いです。はい、はい、そろそろ気のいいところに来るかな。はい、はい、はい、どんも女の子どもも卵無料、そういうものが入ってたんですね。はい、それじゃあこんな感じでいいかね。向こうには青山さんがありますね。はい、おはようくん。はい、たまにお世話になります。はい、はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、ここが155号線ですよ。はい。